名古屋市東区の芸術創造センターでは成人の日の記念式典が開かれ、344人が出席。元中日ドラゴンズの山本昌さんからビデオメッセージが送られました。民法改正で去年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、今日の式典に参加したのは現在20歳か19歳で、2002年4月2日から2003年4月1日に生まれた人が対象です。この年はサッカーの日韓ワールドカップが開催され、日本が初のベスト16に進出。イングランド代表ベッカム選手のベッカムヘアが話題になりました。あれから20年、晴れ着やスーツ姿で人生の節目を迎えた人たちに将来への決意を聞きました。もう成人になったんだなっていう、早いなっていう気持ちですね。まあ、式やることによって、まあ、ようやく大人の仲間入りしたんだなっていう、自分に責任が伴ってくるので、やっぱ人前出て恥ずかしくないような生き方をしたいなっていうふうに思っています。管制官になりたいなって思ってて、試験勉強とかそういうのに向けて頑張っていきたいと思います。地方試験受かりたいなと思ってて、合格して社会に出て活躍したいなと思ってるんで。愛知県によりますと、今年県内で開催された成人の日の記念式典はいずれも20歳が対象で、今のところどの自治体も出席者の対象年齢を18歳に引き下げる予定はないということです。